あなたの中にすべての答えがあります。こんにちは、タカです。あなたはなぜそれをやったのでしょうか。たとえ人に言われたことでも、表面的な理由で始めたことでも、あなたが起こした行動には自分の意思が働いています。すべて思うことや行動することには理由があるんです。その理由を掘ったら、あなたが人生に求めていることが出てきやすいです。行動から自分の本当になりたい want to にたどり着くとすごくうまくいきます。あなたが発する言葉、思いは必ず外側に影響するんです。あなたの言葉のエネルギーが世の中を揺らしているんだと分かった上で、できないをできるに変えていく。分からないを分かるに変えていく。そういうことをぜひやってみてください。口に出してみてください。これをコツコツ繰り返す人があるところから急に上がっていきます。最初はできないと思ったり、ポンコツだと思いながらも言葉でひっくり返したり、自分の理由を知ったりしていくと、ある日突然できるようになっていきます。本当にひっくり返りますので、そしてあなたが過去にできなかったことができるようになってコツが分かったら、それは自分の金脈です。なぜかというと、できない人の気持ちがわかるからです。その人がどうやったらできるかが見えてきます。あなたが違和感を感じた時は、なぜ違うと思ったのかを明確にしたら、時間の無駄を省くことができます。最初はいいと思って行動していたかもしれないけれど、違和感をしっかり見逃さずにいると、行動することのするしないの選別がつきやすくなります。だからあなたが違和感をちょっとでも感じたら、なぜかを自分自身に聞くようにしてください。自分の中に全て答えがあります。それを明確にすると、行動の精度と質が上がって、すごく人生が加速していきます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました